ドクターモクタンアジア生産性機構事務局長茂木日本生産性本部会長 APO メンバー理事生産性本部関係者各位皆様日本国外務副大臣の宇多田隆です本日はアジア生産性機構 APO の60周年記念イベントでご挨拶させていただくことを嬉しく思います APO の設立60周年を心からお祝い申し上げます 過去60年の APO の歩みは必ずしも平坦なものではありませんでした。戦争や紛争、経済危機、自然災害など APO は激動の年月の中でその任務を果たしてきました。また、環境、気候変動問題、高齢化社会など60年前には顕在化していなかった新たな課題にも APO は対応する必要がありました。そのような中 APO は時代の要請を踏まえ各国、地域のニーズに応じ 生産性そして人々の生活の質の向上という切り口から解決策を提示し続けてきました専門家派遣各種研修など人材育成の努力を続けてきましたまたグリーンプロダクティビティ緑の生産性という持続可能性を踏まえた生産性向上の指針を国際社会に提示しましたさらに APO メンバーが生産性を向上させるための国内の制度設計 計画策定を支援ししてきましたアジア太平洋地域は過去60年の間に急激な経済成長を遂げましたが生産性運動が果たしたし役割を我々はは忘れるべきではありません日本の「改善」や「5S」といった手法は日本生産性本部や多くの専門家企業関係者によって広く APO メンバーに共有され生産性向上運動の礎を築いてきました。 さらに現在ではインドの IT シンガポールのビジネスエクセレンスなど各メンバーの強みが好事例として共有されています相互協力の精神のもとでの継続的な事業の実践と成果は賞賛に値します皆様本日のこのイベントは我々が直面する課題を認識し将来社会の展望を共有し 課題解決に向けて生産性の取り組みを再強化する新しい60年の始まりを告げるものです。新型コロナが人類を襲い世界は一変しました各国で外出規制措置などが取られ需要が大幅に落ち込むとともにサプライチェーンの寸断による供給制約が生じグローバルな人や物の流れが急速に収縮していますこうした中デジタル化の促進流通手法の改善 社員研修等の生産性向上にかかる取り組みはその重要性を一層増しています先月菅義偉総理大臣はアジアと世界の新たな成長の原動力の鍵はグリーンとデジタルであると指摘しました環境や資源の持続可能性を確保することはビジネスチャンスとなり成長のエンジンとなりますまた今回のコロナの経験はテレワーク遠隔医療 教育などこれまでの我々の働き方やサービスの提供手段を見直す契機にもなりました新型コロナという国際的なパワーバランスを変えるゲームチェンジャーによってグリーンエコノミーとデジタルエコノミーのフロンティアが大きく広がっていますそのグリーンとデジタルの促進はまさに APO が高い専門性を有し地域の生産性向上を主導してきた分野です APO は With コロナ ポストコロナの時代において、より一層の活躍を果たす十分な土壌を有していると言えます。皆様、60年後、我々の人孫たちはどのような課題に直面しているでしょうか。世界の人口は100億人を超え、多くの国で高齢化が進み、ひょっとしたら残念なことに、新たな感染症やそれ以外の課題と格闘しているかもしれません。しかし、社会構造や課題が変容しても、 インプットからアウトプットを最大化する生産性向上の重要性は何ら失われることはありません。APO は過去そうであったように、そして今日そうであるように、時代の要請に沿って地域の経済社会開発に貴重なインプットを提供し続けるでしょう。APO のこれまでの60年の業績に敬意を示すとともに、次の60年に向けた取り組みに期待して、私の開会の挨拶とさせていただきます。 ご清聴ありがとうございました。